はようございます。速稼塾の久保です。今日結構ねこのまま帽子気に入っちゃいました。頭にはまるんで、昨日一昨日と私のところにね意見を求められた記事があったんですけども、学校で、朝礼とかね、それから号令とか挨拶とかこういうのをすると軍隊をイメージさせるのでやめろみたいな意見があって、やめてる学校もあるそうなんですよ。いや、まずねここは軍隊をイメージするっていうことは、当然軍隊に参加してた方や軍隊の影響を受けた方がそれを思い出してそういうふうに思ってるんだと思いますけども、一体ね何歳ぐらいの方なんでしょうね、そういう方は。もしくは軍隊に全く関係がないのにこれをイメージするとしたら、まあ見てきた映画とかアニメとか、それから書籍とかね、こういったものの影響を受けすぎてるのかなと思っちゃうんですよね。どちらにしても、こういった挨拶で軍隊をパスッとイメージするっていうのは、なんともね、短絡的というか、ちょっとねイメージするものが限られてるかなと思いますよね。そのうちラジオ体操も軍隊をイメージするんじゃないかとか思っちゃいますけどもね。まあ人によってイメージするものは様々なんですけども、何をイメージするかっていうのはその人のそれまでの人生や教育や受け取った情報がかなり大きな割合を占めてるんですよね。まあですから挨拶を見るたんびに軍隊をイメージするみたいな、そんな人生を送る人はまあいないと思うんですけども、いるんですね。これがまあそういう少数派の意見にも耳を傾ける素晴らしい学校なのかなと思ってしまいますけども、いや学校もねそれ負けないでほしいですね。そういうふうな意見が出た時にそうではないんですよと、これはねっていうふうにきちんと説明できるようなね、そんな教員であってほしいですし、そういった学校であってほしいかなと、教育機関であってほしいかなと思います。ただですね、ちょっとねうがった見方を言わせれば、教育に関わる要するに日教組みたいなところがわざとそういうふうにしてるんじゃないかなみたいな考えもありますけども、まあそこまではしてないと思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。それではね、今日のニュースはそんなところでございます。失礼しました。ございます。号令があるからって別に軍隊じゃなくてもいいと思いますけどね。はい。では以上です。